あなたに話しかけるけどね、子供の頃からずっとパンダが好きで、高校3年生の時に、まあ、将来の夢を決めるってなって、うん、パンダの飼育員になろうと決めました。で、何歳ぐらいですか？高校3年生、うん、だから18歳、17歳、18歳です、はい、それで、まあパンダは中国の動物なので、まずはその中国の言葉を勉強しないといけないなと思って、で日本の大学では中国語を専攻しました。で中国語だけだとやっぱりパンダの飼育員にはなれないだろうなと思って、 でも日本には多分そのパンダについて専門的に学べる大学がないだろうなと思ったので、もう中国語もある程度喋れるし、もう思い切って中国行って動物のことを勉強しようと思って、四川省のガーンっていうところにある大学にもう一回本科生として入り直しました。部屋の中に戻す時もお客さん、外から見てるお客さんはわーって言って、かわいい、いいなとかって言うんですけど、全然こっちはもう引っかかれるわ噛まれるわで必死なんですよ。痛いし重いし、そんなになんて言うんだろう、かわいいだけじゃない。かわいいだけじゃない。うん、大変、本当に大変。生徒パンダ基地にパンダを見にいらしてください。はい。